新型コロナの5類移行から5ヶ月余り、お酒を飲む機会も増え、夜の街にも活気が戻っています。そんな中、お酒を飲んだ後の締めといえば、締めといえば何ですか？ラーメン。ラーメンやね。うん、ラーメンですかね。やっぱラーメンですね。やっぱ染みますね。締めはラーメンと答える人が圧倒的に多い中、2軒目の時間帯に宮古町を訪ねると、9時を回りました。大分市宮古町です。こちらの一角には人だかりができています。一体何のお店なんでしょうか？多くの客で混雑していたのは、先月オープンしたアイスの専門店、21時にアイス。深夜0時まで営業しています。締めアイスとか夜アイスって言って、こう飲んだ後に締めのラーメンみたいな感じで、この皆さんにお召し上がりいただけるようなアイス屋さんになってます。店がオープンするのは午後4時。開店と同時に学校や仕事帰りの客が訪れます。お伺いいたします。アールグレイチョコホイップを1つ。はい、ありがとうございます。SNS や口コミで店を知ったという人が多く、ほとんどのお客さんがアイスを写真に収めます。外で待ってました。めちゃくちゃ美味しいです。SNS 見て美味しそうだなって思って来ました。客足のピークは午後9時から10時ごろ、締めの時間です。お客さんが絶え間なく訪れ、外は行列になることも。週末の方がもっとすごくって、1時間半待ちとかでお客様を待っていただくこともあります。夜にアイス店を訪れた理由を尋ねました。ご飯食べてたんですよ。でちょっとなんかデザート食べたいなってなって、結構スッて入ってくるんで、ちょうどいい締めだなみたいな感じですね。お酒を飲んだ帰りですか？はい、はい、ラーメンの後に来ました。お酒飲んでラーメン飲んでアイス飲むみたいな感じです。そんな感じです。中にはこんな意見も。この時間にアイスってどうですか？なんか罪悪感が、なんだろうね、なんか幸せというか、普通食べないから、こんな時間に。たまにだからいい。実は今、締めのスイーツが各地でブームに。今や文化ともいえる札幌の締めパフェはその代表格です。フランチャイズ展開の21時にアイスも、大阪の初出店からわずか3年で全国46店舗に拡大しています。写真映えするような商品っていうのをすごい心がけていて、ここに来たいと思ってもらえるようなお店であり続けているっていうところが、まあ、ニーズにはまったんじゃないかなっていうのを思っております。アイスが締めの文化になっていけばすごくいいと思います。写真映えも人気の一助となっているアイス専門店。大分の締め文化に新風を吹き込みます。